愛好中学校、高等学校。愛好中学校、高等学校。愛好中学校、高等学校とは、愛媛県松山市絹山五丁目にある、私立中高一貫校。高等学校においては、中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒との間において、第二学年から混合して、 クラスを編成する併設混合型中高一貫校である。スペインで発足したカトリックのドミニコ会により、愛と光の死とたる世界的教養人を育成を目指して1953年、昭和28年に愛好中学校を設立、3年後の1956年、昭和31年に愛好高等学校が設立された。開校以来、男子、現在は、 共学の中高一貫教育、全国から受け入れる寮を設置、トップレベルの学力の育成、大学進学指導の重視といった明確なコンセプトで、運営、広報を行い、全国へ国内留学を呼びかける。その結果、一期生から東大10名、京大10名を輩出し、長中学、高校、ラサール中学、高校と共に、西を三夜と呼ばれ、 関西などからも多くの生徒が受験、入学していた。創立50周年にあたる2002年度より教学科を実施。中学入試は愛媛県内から120名、県外から80名を募集している。県外からの方が合格最低点が高い傾向がある。女子は自宅、または親戚などからの通学者のみを受け入れている。また、中学入試を松山、東京、 大阪、福岡で実施している松山会場においては、県内出願者と県外出願者で分けられる。高校入試は、仙願と平願があり合わせて50名募集している。入試結果として入学者の男女比が、中学は約2、1、高校は約3、1の構成となっている。以前は、関西からの進学者が多かったが、現在は、関東、 中教圏からの進学者も増えている。2011年度から中学も四クラスから五クラス編成となり、2013年現在、中学は一学級四十名の一学年二百名、高校は一学級五十名、外申請は一年2組の一学年二百五十名となっている。創立当時、松山市にはすでにドミニコ会により、松山女子商業高等学校、現、 聖火リナ学園高校、1925年設立が設立されている。1951年、昭和26年5月12日、スペインのアビラにおけるドミニコカイロザリオ管区会議にて、四国に男子校を設立したいという管区長の提案に、初代校長となる田中忠夫、松山大学の前身で、あ、松山高等商業学校の第三代校長は、 南関大学進学のための中東教育の学校であるなら東京か大阪が望ましいと返答したが四国のドミニコ会士たちの意向により松山に設立することになったドミニコ会は1904年明治37年より四国で宣教しており地元のアカデミックな若者の育成と文化に貢献し特有の学校を作ることを望んでいたのである当時私立校の新設は 困難な状況下にあったが、松山市宮西町に所在した、学校法人女西学園、松山城西高校、旧松山義芸女学校、1903年から1955年、との売買契約及び法人名変更により、学校の実質的な創立に至った。校名は、愛と光との意味が込められていたが、これらの漢字は、キリスト教の教えと符合する。 現在の愛好生のアドミッションポリシーと言える、我らの心情は、初代校長となる田中が、愛好中学第一回の入試当日、1953年2月21日に珍しく降る大雪で、純白の景色のグラウンドを眺めながら書き上げた。創立時は、松山市内の市街地である、宮西、現在は、スーパーマーケットチェーンの富士本社が所在しているに、所在していたが、 創立20周年の1972年、昭和47年を機に現在地の絹山、沼山に移転した。以前と比べて医学部志向が高くなっている。近年では、愛媛大学医学部に20名前後ほどが合格し、東京大学に10名程度が合格している。その他旧帝国大学などの国公立大学、慶応義塾大学や早稲田大学などの、 私立大学へと進学先は全国に分かれている。現在の校舎は1972年より使用している。老朽化のため、現在の第2グラウンドにおいて新校舎を建設予定。新校舎は廊下で結ばれた2つのドーナツ型校舎からなり、1階が本館、2階が特別教棟として、また中央部に教員棟が設置される。 一期工事として2019年4月より新校舎を建設、新校舎完成後、二期工事として2021年8月より文化会館、テニスコートなどの施設を整備し、旧校舎の解体を行う。完成は2023年3月の予定。入寮できるのは男子のみ。建物は学年ごとに割り振られている。集団学習室や談話室、ロビーが、 広々と設けられている。特徴として学年の発達段階に合わせて部屋割りを定めている点が挙げられる。中1は8人部屋、中2からは個室が割り当てられ、学習は中2までは集団学習室で、中3からは集団学習室または個室で行う。寮生活のスタッフは学校の寮務部と呼ばれる14名の教員と寮スタッフ。 社官、寮母、看護師、管理栄養士などを含むからなり、日常の生活、学習の運営、定期的な面談や応対、相談を行っている。寮内では、自治会による各種行事が行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。